違う。全然違う。登録リスト以上です。ご自身気絶する直前に見た一瞬の記憶です。今一度ゆっくりと。では最初から。何度も言ってる、このリストにいるわけがない。私を襲ったのは。また化け物のお話ですか。現場をよく調べてみろ。何だったら今から立ち会ってもいい。証言通り、ご自宅の監視装置の記録もご自身のアントラージ側の記録もくまなく調べさせましたが、何も。陰謀だ。警備局側が事前に都合の悪いデータを消去したな。これは情報局、いや管理局への配信行為だぞ。バイタルサイン報告、心拍数が上昇しています。余計なお世話だ。何とぞご自覚ご自愛を。あなたは漆黒のお孫さんです。陰銀無礼の男。その出生こそ感情制御不完全な移民には格好の攻撃対象。例えば昨晩ご自宅付近で倒れているところを発見されたこの男。あの場で何をしていた。正当な理由を正規の条件を踏まえ再度報告発言せよ。あの感染オートレープが目撃されたという情報があったって。事実確認不能。でも本当なんです。施設のデータを調べてもらえば。ヴィンセント・ロー、あなたに個人的な感情が芽生えているとの報告もある。ストーカー犯罪の可能性は。ストーカー、そんな根性があるか。時間の無駄だ。登録ナンバー 0724 FGARK。 良き市民の顔顔顔。 AR 処理施設所属職員。でね、代わりの新居も6時間後には用意するってさ。じゃあこのままセントラルモールに寄ってくれ。靴とかベルトとかパンツとかシャンプーとかリンスとか化粧水とか歯ブラシとか買いまくる。ダメダメ、イライラ解消したい気持ちはわかるけど、まずはデダルスのところに行くの。情報局に出頭するためには担当医様の診断書がいるんだってさ。かすり傷だ、問題ない。身体的な意味だけじゃない。あんなことがあったんだよ、心の方も。いい加減なことを言うな。あんたのおつむにゃ昨日の化け物も何も記録されてなかったくせに。どうしたのリル、元気出して。だいたい家なんて爆発でもしたみたいなすごい状況よ。その程度の怪我で済んだのは奇跡ね。心配したんだよ、あんな事件に巻き込まれながら。本当にタフね。で、殺人事件の捜査は。そのことなんだけど。担当から外される覚えはない。上の通達で、つまり負傷中ということで。こんなかすり傷でか。いや、警備局からね、事件のショックで精神的な面がほんの少しだけ問題との報告が。確か虚言症反応。連中が考えそうな手だ。リール落ち着いて、心拍数が。余計なお世話だったら昨日の旧移民局の件はどう説明する気だ。あの痕跡はオートレイブではない。昨日？何のこと？
まさか捜査記録まで消去された。職場復帰のためにはまず担当医の精神鑑定報告書の提出を求めます。デダルス先生か。厚生局の主任が主治医なんて羨ましいね。市民厚生局ね、ほら王子様にキスでもしてもらったら元気になるって。そうか、わかった。アポはあるんだな。いつでもどうぞってさ。待って、どうしたの突然。お大事に。警備局の暴走、情報局の沈黙、イギーの改ざん、どれもが化け物につながっている。その点と点はやがて線になる。そうでしょう、おじい様。こちらが予測した逃走経路から完全に逸脱しています。一度外郭の移民地区まで移動しておきながら市内に戻るとは。プラクシーの目的はやはりリルか。予測範囲外発言です。現場に残されたプラクシーの痕跡は記録した後に完全削除、リルメイヤーの拘束も解除しました。これ以上の時間稼ぎは漆黒に対しても申し訳が立たない。型通りの聴取が進めば移民たちも解除して構わない。彼らは容疑者ではない。確認、彼女の供述書はご覧になりますか。いや、ただ彼女はストーカーに襲われたことによる一時的な心神喪失状態にあり、現実と夢の判別ができなかった。人間にはよくあることですね。ダメ押しに解除条件として担当医の精神鑑定報告書の提出を手配しました。美しい。これで彼女の目撃証言を信じる者は誰一人いないでしょう。プラクシーの秘密は何事にも優先される。御意、心理戦ですね。漆黒の孫だろうと邪魔はさせんよ。それでは引き続きプラクシー捜索の指揮を。ああ。痛みは大丈夫、ありがとう。大げさなんだよ。とにかく無事でよかった。君の身に何かあったら僕は。大げさだなら私の言うことも信じてほしいけど。虚言症の疑いあり。無理か。でもね、デダルス、今どんな気持ちかわかる？だって私のこと誰も信じてくれないんだ。そうか。私は化け物を見た、この目で。僕は信じたい。だから少しだけ心の中を調べさせてほしい。妄想じゃない、信じてくれリル。もう分かったから。自分でも何が現実で何が夢なのか分からなくなってきてる。記憶混濁か。カウンセリングの前に検査と準備に時間がかかっちゃうけど、ブレインスキャニングもしておこう。平気かな。デダルスがそう言うならすぐ準備をするね。プラクシー、ごめん待たせちゃったね。ううん、全然。早く会わせてあげたいわ。とっても可愛らしいの。ねえ、わかった、先に行ってる。
お出かけの準備はできています。驚いた。アプリオン、どうだった？体は大丈夫、心の方は報告書次第。じゃあモールにレッツゴー。それより先に調べてほしいことがある。いいわよ。総体の情報バンクへ接続。接続完了。単語入力、プラクシー。接続断絶。チューリング機能アプリを言語やから強制カット。該当文字列認識不能。再入力しますか？やっぱりな。アプリオン。でリル、何を調べればいいの？もういいんだ。何なのよ。ああちょっと待って、おじい様から緊急連絡よ。意義を監視していたの？昨日の件よ。ショッピングの後にする。行くよ、逃げられない。